こんにちは、山本道場の山本誠司です。さて、今日はですね、ちょっと、こういう商品がありますという、お話をいただいたので、受けましたが、これはちょっといろいろ私にも考えがありまして、ちょっといろいろとちょっとやってみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何者ですか？私は株式会社ゆうきの野口と申します。よろしくお願いします。さあ、皆さん何かまだ分かってませんよね。はい、はい、じゃあ今日はちょっと何を持ってきてもらったんですか？はい、今日はこのコアフォースという商品です。コアフォースと？はい、コアフォース。あ、コアフォース。はい、はい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 、はい、これはですね、硬くないですか？これはですね、身につけるだけで体幹が強くなるというですね、ちょっと持ってみていただけますか？はい、はい、で、この時点でも山本先生の体幹が強くなってるです。いやいや、そんなことないでしょいや、絶対ない。まだ実感できませんよね。全くできません。はい、で、これが実感ができる、ある実験があるんですけれども、ちょっとよかったら体験してみていただいて。私今そうやって、まあ、よくあるじゃないですか。いや、これあなた あの飛距離が伸びるとか体幹がどうのこうのとか、もう私今1ミリも信用してませんしそうですよね、やっぱいいと思わないと、はい、今これやってみる、大体ね、やってみましょうって、今度あんだらやったら、はい、うわーって結果出て、すごいですね。いや、はい、そうはいきません。はい、催眠術みたいなこともあるかも分かりませんから、ね、はい、だからもう完全に疑ってますんで、はい、こんなのなんかミミズみたいなやつもこんなんパッといや、これ体幹が効くんですよおーって見てる人言うはずないじゃないですか。ですね、この商品は、体の周波数というものを調整することによってですね、脳からの命令が今まで届いてないような筋肉に届くことによってですね、たくさんの筋肉が働いてくれるっていう、実験をしていただければ間違いなく実感が、とにかくやっていただければ分かると思いますとにかくちょっとですね、よろしいでしょうか？はい、はい、こういう角度でいい方がいいですかね。絶対失敗させたで、まずは両手を広げていただいてよろしいでしょうか？はい、で、今から私片足を上げて実験いたします。こちらの肘のあたりを押しますので、絶対倒れないように。では押しますので、なるべく倒れないように頑張ってくださいね。いきますよ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、まあ、誰でも普通はめっちゃ倒れるもん、ね、倒れますよね、はいはいはい、で、こちらを、まあ、右腕でも左腕でもどちらでもいいんですが、じゃあもう一度、両手広げていただいて、片足上げてください、はいはい、よいしょよいしょよいしょ。いや、ちょっと待って、それ押すのちょっとさ、ゆる、はい、ない？いや、同じ力です。いやなし、はい、なしね、なし、はい、よし、もう、はい、倒れへん、はい、いきますよ、はい、よいしょよいしょ。あれ下がるなあれ下がるなそう、はい、で、またこれを、まあ、今度はちょっとポケットでもいいので、ちょっと体の3センチ以内、まあ、洋服の厚みで言えば3センチ、ね、3センチの厚みで、さっきの距離はもう大丈夫ね。大丈夫です。そう、はい、じゃあ腕が下がらないようにしてくださいね、いきますよ、よいしょよいしょ。もう下がらへんけおかしいな、はい、ちょっとじゃあこうやるのを違う人にやってもらって、はいはい、ああ、いいです、はい、じゃあいつき、なんか2回目のこれの時に野口さんちょっと下がんねん、あ、それは関係ないけど、はい、行こう、ここを押さえてほしい、はい、はい、もうこれ持つだけで大丈夫です。はい、まだな、すごいよ、ほんまやな、むかつくなもう、うん、え、
間違ったけど無理やった。ほんまやな。いや、ほんまですわ。ありがとうございます。ただ待って、ただ、はい、体幹がまあなんかしっかりしたっていうのは、はい、これはあります。ただこれはもうゴルフに、はい、ゴルフのうちのチャンネルに来たってことは、はい、そうどういう目論みですか。これをしますとやっぱり僕ちょっと怒ってます。そうですか、はい。ゴルファーでゴルフで一番大事なこの軸の部分ですね、うん、それがブレずに、うん、スイングができますので、まあ、ミート率も上がりますし、うん、あとこの左足の踏ん張りが効きますので、うん、非常にこう体が流れないで、うん、打つことができますので、非常に曲がりないとかそういったことが、まあ、うちの理屈とは全然違うけど、でもまあ体がしっかりしたら、はい、まあ、いいということやね、はい。だって157よう飛んでんな。両手を広げていただきまして、はい、では片足上げていただいていいですか、はい、よいしょ、はい。じゃあ五木さんにはこの白のコアフォースで片足上げてください。はい、じゃあ腕が下がらないようにしてくださいね。いきますよ、よいしょよいしょよいしょ。はい、もうどう、なんかここが耐えれる、ね、もう浮かつくよ何か。同じやけど、ぶっちゃけ、なんか変化はあるな。距離が伸びる伸びないではないけど、タイミングが変わってるな。なんかある？つけて。ある。マジか。あるよ、めっちゃあるよ。ないって言えよ。打ったら分かるけど。ほんまに？はい、今ちょっと3球打ってもらいましたけど、はい、まあぶっちゃけこれほんまにもうガチな話、7番アイアンの飛距離が伸びたかって言ったら、はい、そう変わらないです、はい、でもバランスが変わってることはちょっと認めますね。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。ちょっとこれをやったことによって、でさらにそのスイングの方がまあ、影響があります、影響がある、体幹がどうのかは分かりませんけども、影響があります。その影響が悪い方に働いてるかって言ったら、残念ながらそうではないような気もします。ただ7番ではまだ分からないので、はい、ドライバーでちょっとやってみましょう。おー、出てるよ、250出てるよ。260、1、
もう絶対ニコニコしてるから、あの野口さんが本物こう入ってくるとあー出たもんだ。そう、あー初速が一番出てるな。ラスト、はい、じゃあ野口さん、はい、いらしてください。え、どうですか。いや、あのスイングに効果ありましたね、はい、うん、あのまあ、これもほんま誤解のないように、ね、ゴルフをあの指導する立場から言わせてもらうと、はい、何か筋力アップしたとか、うん、あのなんかそういうことではないような気がします。ただ、はい、確かに動きがスムーズになったりとか、こいつが何か作用してじゃなくて、はい、体のバランスが良くなったから飛んでるということなんですよね。そうです、はい、うですね、ええ、さっきも言ったけど、もう一回言うて、そのほんまにほんまの話をそつけるのと、じゃあ分かった、これも欲しいか欲しいか欲しくないかで、あ、マジでということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやいや、そこであなたなんか 言うてましたよ、さっき。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、はいはい、もう一つ、これをつけると、うん、可動域が上がるというですね、実験がございまして、ね、可動域が上がるというのは体が柔らかくなるということ。そうですね、はい、筋肉 の柔軟性を上げる役割も、うん、してくれるものなので、うん、はい、ちょっとじゃあ実験をしてみたいと思うんですけれども、こうどう、はい、こうするので、前つま先は前にしたまま、つま先は前にしたまま、はい、え、はい、こうね、はい、で私だいぶ腰が痛いから、はい、そうですか、はい、どうぞ、はい、はい、お、結構いきますね、はい、まあ、こういうこのちょっといつき見といてよ、この位置動かさへんかどうか、はい、じゃあ持っていただいて、はい、残念ながらもうほんまこれでもわーっとちょっと止めたったんやけどなそうですか、これは、はい、じゃあ、あの、あれやね、あの前のやつもね、え、あ、はい、おお、なかなかいい、はい、うん、そう、ちょっといくな、はいはい、もうひと伸びするっていう感じがありますよね。なんやろな、え、こんな、これ、ほんならさっき、そのバーンと打ってたのも、はい、その可動域がなんか良くなってるっていうこともあるっていうこと。そうです、はい、はあ、結構中にはだから回りすぎちゃってっていう、うん、まあ、おかしくなっちゃったっていう方もいらっしゃるんですけども、はあ、それぐらいあの可動域がすごく、まあ、いい意味であの良くなってると。ね、これ、まあ、ぶっちゃけもうほんまの話、体に何かしら影響はありますね、はい、うん、で、その影響というのがこういうスポーツに対して、何か柔軟性も含め何かしら、影響があることはもう認めます。 ありがとうございます、はい、確かに今言われたように、はい、柔軟性が増したら怪我もなくなるし、はい、うん、バランスが良くなったら、まあ、そのパフォーマンスも上がるということ、はい、なので、まあ、ちょっと皆さんもいやちょっとほんまに眉唾門のとこから始まってもいいんで、いやちょっとこう実験したいという人は、この、動画のページの概要欄に、この商品のその説明、それからちょっと欲しいなという方はそこからクリックして一回ちょっとやってみてください、はい、
はい、ということで野口さん、いろいろ失礼なこと言いました。ありがとうございました。効果は、残念ながら、山本道場としては認めさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでははい、ちょっとね、昼間あのコアフォース、ね、つけて飯月選手がやりましたけど、いやまあ確かにこのバランス云々、ね、あれしました。で飯月選手もなんか体が動きやすくなったとか感想を言ってましたけど、このままで悔しいのでちょっとはいもうコアスつけてます、ね。ガチで、今ちょっとやりたいと思います。ね、ほんまにあの変わるかどうか、ね、体のあれやね。ね、これやっぱその飛ぶとか、これがなんかパワーがバーンと力がみなぎってそんなことはないと思います。ただバランスがいいっていうこと、ちょっとやってみましょうか。何球か打ちますねこれね。確かにね、体のふらつきもくそ、あの野口さんの顔が浮かぶ。これいったんじゃん、これいったんじゃん、うわこれ2連続いくか。ああ、キャリーが先の方ちょっと飛んでるから認めます。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、Twitter、Instagram もやってますので、登録の方よろしくお願いします。やめろ。